どうも、オタクの井場武雄です。今日もよろしくお願いします。今日はスコッチではなくジャパニーズというか、まあ日本のを飲みます。こちら久しぶりのキリン富士御殿場蒸留所の、ピュアモルトウイスキーっていうやつですね。富士御殿場蒸留所と書いてある、これが500ミリです。アルコール度数 40%、お値段は3500円ぐらいですね。まあ、700ミリ換算だと5000円ぐらいになります。富士御殿場蒸留所と言いますと、まあキリンの蒸留所なんですけど、意外とね、日課とサントリーに挟まれて、あんまり目立ってない蒸留所ですけど、実はグレーンが美味しいんですよね。まあ今日はモルトなんですけど、田中城太さんっていう、田中さんですね。こちらが、マスターブレンダーを務められてまして、僕ね、個人的にウイスキートーク福岡でお会いした時から、結構ファンで、結構やっぱり富士御殿場といえばグレーンが美味しいなっていうイメージがあるんですよ。っていうのも田中さんは、アメリカに修行に行かれてて昔ね、その時に、フォアローゼスで修行されたということで、やっぱバーボン系、まあグレーン系ですかね、にやっぱ強いんじゃないんでしょうかね。富士御殿場蒸留所といえば日本で唯一3種類のグレーンを作り分けるスチールを持ってます。で、それが特徴で、ライトな、グレーン、ミディアムなグレーン、ヘビーなグレーンって感じですよね。で、これアメリカでは結構あるらしいんで、やっぱその辺がアメリカ仕込みの、田中さんのなせる技だなと思っております。僕もシングルグレーンの富士大好きです。下よりも富士ですね、僕は。そして、こちらピュアモルトウイスキー富士御殿場蒸留所ですけど、これは、普段グレーンを蒸留しているグレーンの蒸留機のなんだっけ、ケトルっていう名前の蒸留機で、蒸留したモルトウイスキーです。で、ピュアモルト、なんでシングルモルトじゃないかっていうと、海外の原酒も使ってるんですよ。だから、まあ、いわゆるワールドブレンディーですかね。で、自社のそういうグレーンを作るケトルで、蒸留したものも使ってるというウイスキーになります。僕も飲むの久しぶりで楽しみです。では早速開けて飲みたいと思います。はい、ではハーフ、まずストレートを入れます。まあ富士御殿場、結構ね、いろいろ他のを飲んだことあるんですけど、意外とね、モルトも美味しいんですよ。富士御殿場といえばグレーンっていうのがありますけど、意外と美味しいモルト。では、香りから。ライトな感じで、飲みやすそうな、甘い華やかな香りです。いただきます。ほー、やっぱりグレーンウイスキーを作る、スチールでね、蒸留してるっていうだけあって、かなりライトでスムースですね。ストレートでもう分かる感じです。重さがない、いい意味でですよ、重さがないっていうのは飲みやすいってことです。まあ当然そういった意味では重厚感はないんですけど、まあ重厚感を求めるウイスキーじゃないのかなと
すっきりしてるんで、フルーティーさは洋梨っぽいっていう感じですかね。よく感じるようなリンゴ系よりも洋梨っぽいかな。で結構あと華やかな感じですね。フローラル。ちょっと加水をしてみます。はい、では加水しました。香りはそんなに強い感じではないですけど、ひたすら飲みやすいですね。アルコール感がないです、本当に。まあ40度なんでね、まあそれはそうかもしれないですけど。ちなみにこれキリンのドリンクスっていう、ネットの販売店と、あとは御殿場蒸留所の、売店で買えるみたいです。他まで売ってないと思いますね。まあオークションとか出てるかもしれないですけど。ああ、加水してみると後味が、余韻が甘い感じのなんか残りますね。香りも蜂蜜系が出てきた感じで美味しいですよ。非常にストレートでスムースで飲みやすいライトな口当たり、誰でも受け入れてもらえるような、飲みやすさのストレートでした。ではロックをいただきます。はい、ではロックはワンショット入れます。これね、ボトルの形も可愛いですよね。500ミリのなんだ、明石みたいな感じのボトルですね。はい、ではロック入りました。いただきます。若干ビターになりましたけど、甘さが強調されました。甘さがね、これはフルーティーの方じゃなくて蜂蜜系の甘さっていうんですかね。甘いウイスキーになってます。あ、美味しい美味しい。ピュアモルト、いわゆるモルトだけを使った、いろんなモルトをバッティングでしたウイスキーですけど、モルトのみっていう感じの重さがあんまり感じられなく、だからまあ好みがちょっと分かれるかもしれないですね。ピュアモルト、バッティングモルトですね。バッティングモルトウイスキーだと思って飲んだのに物足りないっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれないっていうか、いらっしゃると思います。これは結構ライトです。でもね、販売サイトとか見るとその辺を狙って作ってるみたいなんで、まあどなたでも楽しんでいただけるウイスキー作りっていうところで、狙ってるみたいなんです。まあ、ちなみにこのブレンドは田中さんじゃなくて、田中さんの部下の方、若い方がね、ブレンドしたみたいですけど、なんかね、ここまでライトだと、もちろんグレーンじゃなくてモルト 100% なんですけど、なんかグレーンっぽさを感じるぐらいライトな感じですね。さすが富士御殿場蒸留所って感じです。ではでは最後にハイボールも飲みます。はい、ではハイボールワンショット入れます。昨日ですね、白州の抽選があったんで応募したんですけど外れました。白州と宮城郷の抱き合わせのセットで、販売があったんで、なか
かなかやっぱりね、あ、ここ最近2回連続当たってたんで、なかなかそう何回も当たらないですね。あ、でも白州と山崎は定価で振るごとに手に入ったら言うことないんですけど、なかなかそういうわけにいかないです。はい、炭酸はいつものソーダストリーム強炭です。氷がグラスからはみ出してます。飲みにくそう。では富士五天馬蒸留所、ピアモルトウイスキー、ハイボールでいただきます。ブレンディットウイスキーみたいな飲みやすさです。いなくなることは決してないんですよ、もちろんこのグラスでね、しっかり味わいは、炭酸が入ると、リンゴ感が出てきました。洋梨感あったんですけど、すっきりした洋梨の感じがストレートとかで感じられてましたけど、炭酸入るとちょっとリンゴ感も増して、フルーティーさもいい感じです。甘みも、しっかり後からついてきて、蜜系の甘みですね。これはハイボールも美味しいですね。まあしかし700ミリ換算で5000円ってことなんで、コスパがいいかと言われれば、すっきり系が好きな方には悪くないと思いますけど、コスパがいいとは僕はちょっと言えないかな。でも美味しいですよ。飲みやすさは抜群です。引っかかりがない、ハイボールになってもいなくなれない、フルーティーさと華やかさ、そして甘み、やっぱりグレーンを作る、スチルで蒸留してるっていうことなんで、残念ながら麦芽感がちょっとないかなっていう感じはあります。正直、かなりすっきり仕上がってますんで、ですね。もちろんピート感なんかもほぼ感じられません。なんかモルトウイスキーって感じがしないです。でもこれはこれで味わいはあります。美味しいですよ。はいはい、ということで今日は久しぶりに、手に入れたんで、10月が僕誕生日があったんで、キリンからお誕生日プレゼント送料無料券をいただいたんで、送料無料なら買ってみようじゃないのってことで、この富士五天馬蒸留所のピュアモルトを買ったので、飲んでみました。久しぶりに。まあまあさすが富士五天馬、すっきりしてますね。モルトウイスキーといえども、本当にストレートから飲みやすく、アルコール感もなく引っかかりもなく、非常に取っかかりやすいウイスキーだなと、飲みやすいなと、加水してもロックにしてもハイボールにしても非常に飲みやすい、いいウイスキーだと思います。まあただコスパがいいかと言われるとちょっと疑問符がつくところはありますけど、まあどっかでね見かけたら皆さんも一杯飲んでみてください。でまあ500ミリですけど3500円で買えるんで、まあまあ気に入れば、キリンのね、サイトで買えますんで、買ってみてもいいんじゃないかなと。ボトルも可愛いし、はい。という感じでございました。ね、棚上さんの今後のグレーンウイスキー期待してます。あ、棚上さんは、
2017年の世界ナンバーワンブレンダーに輝いてるんですよ。だからやっぱ確かなものはあるんでしょうね。素晴らしい方だなと、いろんなこう話も聞いて思いましたし、富士御殿場、実は密かに、ね、ファンで期待しておる、上流者でもあります。まあ今後ともね、何か新商品が出ればまた買いたいなと思ってます。はい、ということで今日の匠の庭はこれを飲みました。はい、こんな感じで匠の庭竹を毎日毎日ウイスキーを飲みながら、毎日毎日ウイスキーに関すること、お酒に関すること喋っております。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひチャンネル登録とFacebook フォロー、Twitter フォローもよろしくお願いいたします。はい、ということで今日の匠はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。